武骨な男子高校生は乙女な少女漫画家でした。知らないで4時間ベタ塗ってたのか。俺の方がアシスタントとして先輩だからせいぜい敬えよな。てめえカシマ遅れてんじゃねえよ。一瞬バラの妖精が現れたのかと思ったよ。だいたいさ、私結構気遣い屋だと思うんだよね。先輩、優しくするならちゃんと最後まで優しくしてください。その恋は少女漫画化されていく。月刊少女野崎くん、7月よりテレビアニメ化決定。よし、さくら千代、行きます。